じゃあこれは左心不全、右心不全どっちになりますかというと、肺への圧力がかかっている場合はですね、これ左心不全です。これも左心不全に入ります。だって肺、僧帽弁の逆流なんで、左心系ですよね。左心系の問題ですよね。左心系のトラブルです。ですのでこれは左心不全に入ります。で左心不全は必ず肺動脈、肺炎の圧力は上がります。でもこの心圧量が変わらないと言いました。じゃあなぜ僧帽弁、ね、閉鎖不全、そう逆流ですね、は心拍出力が保たれるのか、ここです。ここはい、いきましょう。なぜ保たれるのかです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。心不全とコレステロール分類がつながる治療戦略セミナーが書籍動画教材になりました。循環器疾患を受け持ちでも自信を持って働くことができます。内容としましては、心内圧、心不全の評価、鬱血性心不全、治療戦略、コレステロール分類を順を追って学ぶことができ、循環器疾患の病態把握に役立ちます。お申し込みで90分のセミナー動画と何度もコピー可能な問題集 PDF、 スライド資料 PDF をすぐにお受け取りいただけます。こちらの動画は縦画面ですが、教材は横画面となっており、セミナー映像が大きくてとても見やすくなっています。おすすめは動画教材となっており、書籍より5000円オフの最安値でご受講いただけます。動画教材の詳細は説明欄をお読みください。